こんにちは。武士の食卓代表の氷見谷栞奈です。今日は高麗人参を食べる会ということで、朝鮮通信使が徳川家そして天皇家に献上していた高麗人参、そしていろんな韓国の特産物を皆様方にお披露目させていただきます。そして上杉謙信公の子孫上杉隆久先生に忠臣蔵のお話をいただきます。とっても楽しみですね。皆さんまたこの武家の京料理の会にお越しください。ありがとうございます。お会いしていただいたお酒はですね、日本でも一番小さな蔵、社長が一人で作っております山口の、新谷酒造というお酒なんですが、1215年から5回存亡の危機がございました、はい、その4回目がそれですで危なく潰れるところだったんですが、吉良上野介之助の長男を上杉家の当主にすることでなんとか乗り切って、その代わり石高が半分になって、しまいました、まあ、そんなことがございまして、その時にちょうど忠臣蔵が起こるんですね。今私は忠臣蔵と言っておりますけれども、上杉家の城下町米沢では忠臣蔵なんて言ったらもうそれこそ夜ぐさっとやられる蔵忠臣じゃないですよね、上杉家から見た時は。なんていうかというと赤穂事件って言うんです。正直言いまして、そのなんでさっきはまあそのこの京の朝鮮使が来た時の京の指導を吉良上野介之助がやってたわけですけれども、その吉良上野介之助の何か怒りを買って浅野匠の神が、いじめられたと。でいじめられて最後は切っちゃったということになっておりますが、その辺の話をすると長くなるのでまた改めてお話をさせていただきますが、まあどちらにしてもですね、本来は別に殺されたわけでもございませんし、当時は教えたことに対して教わったことに対してお金を払うというのが当たり前のことで、吉良家というのは4000石しかなかったんです。4000石しかなかったんですが、格付けで言えば50万石くらいの大名と同じ格付けなんですね。その従業員ですね、従業員ですから相当上なんです。だからすごくお金がかかるわけです。ですからどうやってそのお金を賄ってたかというと、そういった高家筆頭でいろんなお作法を教えることによってその授業料で賄ってた家なんです。ですからそれを払わない方もどうかなと。もう本当に12月14日になりますと、今ぐらいからずっとやっておりますけれども、もうほとんど世の中が中心ぐらい一色になります。で、もうこれはですね、水戸黄門と同じなんです。水戸黄門はほとんど地方に行ってないけれども、割と皆さん本当に行ってると思ってらっしゃる方多い。この前もちょっと取材である東北の方の県に行った時に、そこの神社の、案内人の方がこの石に皇后様が座ったとおっしゃる。よく聞いてみとロケでやったんですその程度のことなんです、ね、ですから、忠臣蔵でも同じことでございまして、もうほとんど、物語化してます。その物語化したものを今更覆そうと思って無理なので、もう本当にビビたる抵抗でこの時期になると少しずつその話をしておりますので、今日もですねちょっと新しい資料がいろいろできたので、見つかりましたので、上杉家の文書の中からある忠臣蔵をちょっとお話しさせていただきます。